哲也さんの視点解説します。はいどうもこんにちは、リオロです。今回はなんと皆さんご存知東海オンエアの哲也さんの視点をいただいたのでコーチングしていきたいと思います。いやいやちょっと待てリオラ、お前ごときがなんで哲也さんと絡んでるねんって話ですね。まあ実は哲也さんはスプラにハマっていて、でまあそれで上手くなろうと思って YouTube で僕の解説を見てくれていたと、言ってしまえば僕の視聴者さんだったわけですね。で僕も中学生の頃から東海オンエア見てたんで、お互い視聴者みたいなめっちゃおもろい図が出来上がっていたと。でその哲也さんなんと S プラスまで到達できました。まあでもここで満足せずにね、3までまだちょっと時間あるんで X も目指してしまおうということで今回コーチングすることになったということですね。まあ哲也さんだからといってね忖度せずいつも通り悪いところは悪いと、でまあいいところは逆に褒めてしっかりコーチングしていきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは本編です。はいというわけで見ていきます。ステージがビーバスパークルールガチャアサリの潮吹きやクローズアップですね。さあ初動ナイスをしに行くといいですね。雰囲気を良くしていく。で初動はそうですね、様子見しながら中を向かってタワーを見ていくっていう感じですかね。味方のカバー狙って倒してくれたので、前見るけど、ミサイル来てから下がると。いいですね。この判断いいですよ。落ち着いています。で、周り3つ。これすごい良かったですね。まあ、軽く説明するんですけど、まあ、このミサイルを避けてきて下がった段階、この段階で敵がどこにいるかあんまりわかんないんですよね。タワーとかの邪魔で。まあ、そん中、無理に体を動かして、体さらして何かするんじゃなくて、しっかり潜伏して、まずは自分の体を隠しながら敵の場所を探すと。まあ、こうすることによって安全に敵の場所を探すことができますね。で、ここで無駄に体をさらしてしまう人は結構デスしがちなので気をつけてください。で、周り塗りながら、ライン上げていくっていう感じですね。ここすごいいいですね。で、これでエイムも素晴らしいと1キル取っていく。で、モスがアーマー溜まるんでアーマー溜めながらライン高めて、ここは無理しない。味方ナイスカバー。で、攻めだからアーマー入っていくと。ここまですごい綺麗ですね。はい。で、味方についていって、カバー狙っていくっていう感じですね。このカバーすごい良かったです。はい。で、ここで、やられてしまうと。これすごいもったいなかったですね。はい。これは、まあこれ1キル取った後、まあもうすぐ帰っちゃってよかったですね。周り的インクだらけで上から撃たれちゃってるんで、まあ勝ち目はほぼないっていう感じなんで、まあすぐ飛ば判断してよかったかなと思います。さあこれ復活して、均衡状態ですね。ここから、あたら味方が1キル取ってくれる。ただ11交換。で、ここで、中央の方から行っちゃうんですけど、これもまた一つポイントですね。まあ、この復活してきてからのルート選びなんですけど、ここでまず味方が死んでしまいましたってなったら、僕はね、味方がこっち、中央から向かってるの分かってるんで、左から行くかなって感じですね。はい、もう味方のカバーすごい大事なんで、中央から行くか、こっちから行くか、すごい迷うところなんですけど、まあ、僕としては左のルートを選択するかなって感じですね。まあ、理由としては、そっちの方が敵の視点的にしんどい。中央と左両方から詰められてるので、見る場所が増えてしんどいっていうのと、まあ、こっち放置しちゃうと、もしかしたらね、ここで1キル取ったやつが裏取ってきて、こっち全然やられちゃうっていう可能性もあるので、まあ、それを考慮して敵のルートを塞ぐっていうのと敵の支援を増やすっていう意味で左のルートを選択するかなっていう感じですね。で、仮にもし中央から行く場合であれば、まあ、全然中央から行くっていう選択肢もなしではなくて、じゃあそうなった場合どういうルート選びをするのかっていうと、まあ、僕であればこっちの右側からぐるっと回っていくかなっていう感じですね。同じ味方と同じところを見てても結局この場所って入り口が1個しかないんで、あんまり意味ないんですよね。まあ、だからここですね、ここから右からぐるっと入ってあげて敵陣の奥まで入ってあげる塗りを作って、まあ、そうすることによって敵としては、まあ、今おそらくこういう位置配置、この緑がゴールで赤が敵、青が味方、黒が自分って感じなんですけど、敵としては今こっちからこう攻められてるんで、ここだけ見ればいいんですよね。ここだけ全員でここだけ見ればいいんですけど、これがじゃあ哲也さんがこっちから行きましたってなった場合、こっちも見ないといけないし、こっちも見ないといけないっていうことになるんですよね。まあ、かなり厄介ですと。でさらに、まあ、こっちなしだったとしてもこっちから行った場合、これも同様に敵はこっちを見ないといけない、でここも見ないといけないっていうことで、まあ、2つの敵が見る場所を作ることができると。まあ、展開の仕方としてはこれが一番綺麗かなと思います。でもう一つ一応選択肢があって、これは攻めってよりは敵の詰め待ちになるんですけど、ここで自分、ここにいて自分は動かないってことです。じゃあ何するか、ここで潜伏するんですよね。これ潜伏して姿を隠して、まあ、敵が詰めてきたと。防衛なんですけど、まあ、こっちが詰めてこないから敵が逆に詰めてきたってなった時に、まあ、こうやって、ここで顔を出して倒してあげると。まあ、そういう選択肢もありますね。だから敵が詰めてきそうだなっていう雰囲気を感じ取ることができたら潜伏してもいいのかなっていう感じですね。まあ、選択肢たくさんあるんでちょっと難しいんですけど、まあ、基本は広く展開するでいいかなと思います。で、まあ、敵の攻めてくるのを感じ取れるようになったら潜伏とかをね、詰めの時に逆に対応してみてもいいんじゃないかなと思います。で今回は正面から味方と詰めていくっていう感じですね。でここでアサリ入れて、ただアサリを入れることができたのですごい良かったですね。ただここもそうですね、まあ、アサリ入れた後敵陣地の中央なんで、ここは無理せずにね帰っても良かったんじゃないかなと思います。はい。ただこれ哲也さん限定で言えることなんですけども、哲也さん限定というか、まあ、カムバックをつけてる人限定なんですけど、今のシーンってもう味方もやられちゃって自分もどうせやられちゃうんで、まあ、カムバックをつけてるのであれば、まあ、スペシャル溜まりやすくなるっていうことを考えて、まあ、デスしても良かったのかなっていう選択肢は、まあ、一応ありますね。ただまあ変えれるようになっといた方が技術的にはねいいので、まあ変える練習として変えるの全然ありかなと思います。あとはまあスペシャルがもうすでに溜まってる時とかは絶対変えた方がいいんでっていう感じですね。はい。でここもちょっと一つ気になるところがありました。まあここ何かっていうと、まあ、もう少しでスペシャル
シャルが溜まりますと、こういう時はね、全力で貯めてください。もう、本当に命がけでもいいんで、全然貯めてください。でも、溜まりかけで、なおかつ今、均衡状態ですよね、4対4。こういう時で溜まりかけての時はもう、早く、1秒でも早く吐いて、少しでもこちら側を有利にしてください。まあ、理由として、今はこれ4対4で均衡してる状態なんですけど、この状態で、はい、こんな感じで味方が一人死にました。この時点で、こっちのチームはもう、ほぼ攻めれなくなると言っても過言ではないですね。で、3対4になると3人側の方がね、圧倒的に不利なんで、まあ、どんどん、追加で味方も自分もやられていってしまう可能性がすごく高くなると。まあ、それを防ぐためにもすぐアーマー履いて、逆に、攻めの起点を作って、もう早めに攻めていこうっていうことですね。はい。で、これ、やられてしまうっていう感じですね。はい。で、これ、どんどんこっちの味方のラインも下がっていくので、どんどんこれで攻めれなくなっていくと。なので、もう溜まりそうな時はね、もうすぐに、溜めて吐いてあげた方がいいですね。さあ、これ、また均衡状態ですね。3-3で、塗り合いしながら、ゆっくり攻めていきますね。ただ、こう、ちょっと怖かったですね、これ。まあ、こっからですね、ミサイル入って塗るんですけど、このミサイルのマーカーつけた状態で敵インクの方に近づいていくのすごい良くないですね。こうやって敵からしたらもう位置丸分かりなんで、まあ、潜伏してた場合やれてしまうと。なので、こういうところで塗るときは、まあ、今、実際に映像出してると思うんですけど、こんな風にフェイントかけながら塗ってあげるといいかなと思います。敵を炙り出すっていう感じですね。で、いなければ安全に塗れるかなと思います。さあ、出たらこれ、味方がキル取ってくれて、ラインが上がりました。この潜伏がすごいですね。良かったんですけど動いてしまう。これすごいもったいなかったですね。こう潜伏し続けたら多分今のローラーやれたんで、あれ動かなくて良かったかなと思います。はい。だったらここもアーマー溜まりそうなんで、すぐ返していきたいですね。さあ。これもすぐ返した方がいいですね。これも。で、返してる間に味方がやられてしまうっていう感じなんで、もうアーマーね、均衡状態で溜まったらもうすぐ吐いていいですね。はい。だからここの、ローラー負荷を追いせずにカバーしに来た敵を倒すのはすごい良かったですね。で、人数より作ってアーマー吐いてさらに攻めていくっていう感じですね。でたら、ここね、ちょっと判断難しかったですね。まあ、これは正直仕方ないかなと思います。はい。まあ、正解の判断としては、このポイズン食らった時点で下がるってことなんですけど、まあ、多分僕も今の多分、パブロ打ち続けちゃうんで、まあ、正直このデスは仕方ないかなって感じですね。まあ、それよりも、アーマーが溜まった時点で先ですね、吐いてあげた方が良かったかなっていう感じですね。だからもうちょっとアーマー吐く意識持ってあげるといいかなと思います。はい。残り時間2分。まあ、カウントは勝ってるんでね、まあ、変に無理してね、デスかさむようなことしなければ、まあ、負けないかなと思うんですけど、サローラータワーいるので、ここすごい良かったですね。はい。ローラーと戦うときはね、タワー付近だったらローラーの方が圧倒的に有利なんで、ローラーをタワーから下ろして、自分に有利なところで戦って勝っていくっていうね、すごい素晴らしい対面の仕方ですね、これは。で、1キル取ってるからライン上げていくって感じですね。で、フリー対面はせずに下がって、見つけて倒しに行く。たらこれ相手上手かったですね、はい。これも今のも、まあ、実際に映像出してると思うんですけど、こんな感じで、フェイントしてあげれば、炙り出すことができるかなと思います。落ち着いて、キルから。狙っていきたいですね。さあ、ただアーマーがね、もうすぐ溜まるんで、こうアーマー意識してもいいですね。アーマー溜まりそうな時はアーマー意識してあげるといいですね。で、これパブロ狙って2対1作るけど、やれてしまうと。いや、これ持ってなかったですね。はい。このシーンはね、もうラスト近いっていうのもあるんで、もうこれアーマー溜まりそうなんで、アーマー意識してアーマー履いてあげてよかったかなと思います。はい。で、これパブロやったんですけど、このローラーにやられちゃったのすごい持ってなかったですね。まあ、ここね、ちょっと画面の端っこなんで難しいかもしれないんですけど、まあ、飛んできてるの見えてるんで、これに反応して、ちゃんと逃げてあげれればよかったですね。で、このパブロ倒せてるんで、このローラーから逃げ切れてアーマー吐ければ、まあ多分ほぼ勝ち確だったかなと思います、これは。さあ復活してラスト30秒ですね。さあここで、やられてしまうと。お、たら逃げ切るとていいですよ。逃げるか。残り20秒緊張ですね、これ。で、ここもね、すぐアーマーの意識したいですね。まあまあ溜まりそうなんで。これもアーマーすぐ溜めてアーマー吐いて、勝ちかなっていう感じでしたね。さあまあ吐いて、さあこれガチャサリ入れて、ラスト勝負し決めようっていう感じなんですけど、これパブロにやられてしまうと。いや、これ本当にもったいなかった。うん。まあ、最後ね、ガチャアサリを入れに行こうという意識はすごいんですけど、これね、でガチャアサリ作っちゃうと、これもうマークで位置バレちゃうんで、まあ、おすすめの方法としては9個にして1個投げながら進むが一番良かったかなと思います。これも、さっきのミサイルの話の時と一緒で、敵インクの中なんですよね。敵インクの中を、こんな感じに場所バラしながら進んじゃうと、それは敵来ちゃうよって話なんで、まあ、ここもう少し警戒したかったかなっていう感じですね。ちょっと甘えちゃいましたね、これは。で、ラストデスしちゃって、こっちアーマーがね、もう使ったばっかりないので、スペシャルもなくて、これでやられちゃうっていう感じですかね。いや、惜しかったですね、この試合は。はい、というわけで今回のテツヤさんの課題点ですね、話していこうと思います。まず一つ目が、ずっと試合中してたんですけど、スペシャルの意識にもうちょいしたいかなって感じですね。で、全くできてないっていうわけじゃなくて、攻めのタイミングでスペシャルを使うっていう意識はすごいできてます。ただ、均衡してて、今から攻めるぞっていう起点を作るためのスペシャルがあんまりなくて、逆に相手はその起点のスペシャルをしっかり使えていたので、まあ、そこで人数より作られて押されてしまうっていうことが結構多かったのでね、そこのスペシャル意識もうちょいできるといいかなと思います。で、次に敵の潜伏警戒です。
ですね。今回たまたま相手の潜伏にやられることそんなに多くなかったんですけど、その塗り方結構危ないよっていうのがね、試合中あったので、これは絶対に気をつけたいですね。X 隊でも絶対必要になってくる知識なんで。まあ、こちらの二つがね、現状今大きな課題点かなっていう感じなので、ここ意識してもらえればいいかなと思います。逆にこの試合からは、それ以外の大きな課題点あんまり見つからなかったので、すごい基本に忠実なね、プレイされてるんだなという感じですね。まあ、おそらくもう少しプレイ時間しっかりね、詰めれば、X いけるんじゃないかなっていう感じですね。で、実はもう一個動画もらってるんで、それもね、後日作ろうと思ってるんで、よければチャンネル登録してお待ちください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。